はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女復唱解説再録半方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のアップデートでですね、再販でやってまいりました半方ですね。これ初めてかな、再販としてはね。早速見ていきましょう。8月ぶりぐらいになるのかな、販売としては。まあ、なので、ガチャの再販としては早い方にはなりますね。4ヶ月ぐらいになります。ということで、半方は武将で軍の陣営となっています。そして専属武器、新鋭セットだけ見ていきましょう。半方専属ステータス。体力値がレベル ×200、攻撃力が 17%、防御貫通が900となっています。先にパッシブ全部出しておきましょう。そして、パッシブスキル。攻撃力が 44%、筋力値がレベル ×220、最大 HP が 44%、会心値がレベル ×280、物理防御貫通がレベル ×10、HP 吸収が 16% となっています。ということで、パッシブ見てみると、防御貫通と物理防御貫通、まあ、しっかり貫通は2つ積んでいますと。で、物理防御貫通の方がレベル ×10 となっているので、まあ、かなり上がるかなといった感じですね。あと、筋力値は、まあ、しっかり武将なのでありますと。で、あと、HP 吸収ですね。まあ、これはアタッカーには必要なとこですし、体力値もレベル ×200 ってついているので、まあ、それなりに HP 伸びるかなと。あとは会心値ですよね。会心値がついてて、ただ物理会心ダメージがついていないっていうところがちょっと心配になるかなっていうところにはなりますが、会心値がついています。まあなので基本的には体力値以外は攻撃に、振っているっていう感じですね、パッシブね。まあなのでまあ攻撃には期待したいところかなと思います。ということでアクティブスキル見ていきましょう。敵4名に640% の物理ダメージを与える。そして残り HP パーセンテージが最も高い敵を3回追加攻撃すると。毎回追加攻撃前、敵が有益状態の場合、100% の確率で有益状態を1つ解除。敵が有益状態でない場合、1280% の物理ダメージを与えると。毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になります。ということで。まあ、ちょっとこれ説明文がややこしいんですけど、まずは敵4名に 640% の物理ダメージを与えるという範囲攻撃になります。敵4名の範囲攻撃ですね。そして、残り HP パーセンテージが最も高い敵を、3回追加攻撃するということですね。まあ、この追加攻撃含めたら、範囲攻撃と合わせて、1人だけに対しては4回連撃になるって形ですね。毎回追加攻撃前、敵が有益状態の場合、100% の確率で有益状態を1つ解除。敵が有益状態でない場合、1280% の物理ダメージを与えるということで、まあ、この範囲攻撃、ですね。毎回追加攻撃前になるので、敵が有益状態の場合は、有益状態を一つ解除する、攻撃になりますということで、これ多分範囲攻撃にはこれがついて、なくて、この追加攻撃の時だけですね。この追加攻撃の時だけ、敵がバフついていれば、有益状態の場合は有益状態解除が入ってきますよと。そして、敵が有益状態でない場合は、この追加攻撃の部分ですね、が 640% じゃなくて 1280% の物理ダメージになりますよっていうことになります。ちょっとややこしいんですけど、これね。うん。なので、範囲攻撃には、まあ、特になんかついているってわけではないです。うん。この追加攻撃に有益状態解除、または 1280% の物理ダメージになるっていうところがついています。そして毎回攻撃前ですね。これは範囲攻撃も含みます。敵の残り HP が 50% より高い場合はダメージ倍になりますよっていうことですね。うん。まあ、これだけ見ていれば UR 戦の中であれば、まあ、それなりに、うん、強いスキルにはなるんじゃないかなと思いますね。範囲攻撃できた上で、追加攻撃もなるんで、これ MR になった時、まあ、なかなか面白いんじゃないかなと思います。そしてスキル2ですね。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 700% の物理ダメージを与えると。そして優先的に残り HP パーセンテージが最も低い敵を3回追加攻撃し、追加攻撃で敵を撃破するたびに攻撃回数が1回増加、最大3回増加可能と。そして毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、ダメージが倍になります。すべての攻撃後、自身が総ダメージ 30% の HP を回復しますということで、まあ、今度も範囲攻撃プラス、追加攻撃で連撃という形になるんですけど、まずは残り HP パーセンテージが最も低い敵、HP サーチですね。700% の物理ダメージを与えますと。そして優先的に残り HP パーセンテージが最も低い敵を3回追加攻撃して、今度は追加攻撃で敵を撃破するたびにですね、
範囲攻撃では含みません。追加攻撃で敵を撃破するたびに攻撃回数が1回増えて、まあ、最大3回ですね、まあ、計6回になるということです。まあ、なかなかね、6回になることってそうそうないとは思いますが、まあ一応可能性としてはありますよということですね。で、毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、ダメージが倍になりますと。すべての攻撃後、自身が総ダメージ 30% の HP を回復するということで、まあスキル1に、まあ、似たスキルですけど、微妙に違っていますよという感じです。はい、ということで、いつもの評価やっていきましょう。まあ、UR1000 にしては、なかなか面白いんじゃないかなと思いますね、この子ね。はい、ということで、タイプはアタッカーになりますね。まあ一応有益状態解除ついていますけど、これはもう本当に追加攻撃にしかついてないので、まあ範囲攻撃の方についていれば面白かったんですけど、これ追加攻撃の方にしかついてないっていうところで、なかなかサポートするにもなかなか狙いづらいところにありますね。まあこれは自分のためになるのかな。自分の攻撃を通しやすくするためについているっていうイメージで、味方のサポートのためについているっていうイメージではないですね。まああとは特にバフとかデバフとかもないので、まあこれはアタッカーで大丈夫でしょう。そして、戦場戦役。まあ、戦場戦役に関しては、まず命中がないっていうところが大幅なマイナスになるかなと思います。ただ、まあ、どちらも一応範囲攻撃も入っていて、連撃も、追加攻撃で連撃入っているので、一応全体ダメージ与えることは、まあ、可能となります。で、追加攻撃の方が、ま、1280% になるって感じですよね。まあ、対 NPC では有益状態ついていないので、まあ、追加攻撃に関しては 1280% のダメージになりますと。で、さらに、敵の残り HP が 50% より高い時はダメージ倍になるので、まあ、範囲攻撃も、ま、これ 1280% になりますし、追加攻撃の方は 2560% になるのかなっていうところで、まあ、なかなか面白い感じになっています。ただ、やっぱ残り HP パーセンテージが最も高い敵を3回追加攻撃するので、まあ特にばらけていきますよね、これは攻撃はね。なので、まあ範囲、4名範囲プラス3名範囲みたいな形になってくるのかなと、イメージ的にはね。なので、まあ1人だけ取り残されるって、HP だけ残ってしまうっていう、ちょっと嫌な残り方しますけど、まあ、スキル1に関してはうまいことばらけてくれるのはありがたいのかなと。ただ、連撃でね、3回とはいえ、連撃なので、ちょっと時間のロスはもちろんあります。そして、スキル2ですね。まあ、スキル2も、範囲攻撃 700% で、次は、優先的に残る HP パーセンテージが最も低い敵を3回追加攻撃するっていうところで、まあ、これは同じ敵を狙いがちな追加攻撃になります。で、追加攻撃で敵を撃破するたびに攻撃回数が1回増加、最大3回増加可能と、うまくいっても1回しか増加できないんじゃないかなとは思います。うまくいってですからね。そして毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合はダメージ倍になりますと。まあ、ここは筋力値参照なので絶対取れますね。対 NPC ではこういうステータス参照系の条件っていうのは必ず取れます。まあ、なのでダメージ倍にはなりますよっていうところで、700% が 1400% になって、追加攻撃も1回 700% なので、まあ、ここも 1400% の連撃になるかなっていうところですね。なのでまず出ているのかなと。ただちょっとね、命中値がない分、まあかなり不安定にはなりますよっていうところになります。なのでまあ今回 C プラスにしています。まあ決して向いてないわけではないんですけどね、全部攻撃当たればそれなりにダメージしっかり出してきたりするんですけど、まあいかんせんね、命中値がないとミスも目立ってくるので、まあその辺の不安定さはあるのかなと。なので、まあステージが低いところ、あとはレベル差がそんなにないところで回している人に関しては別に問題ないのかなとは思うんですが、やっぱり上になれば上になるほど、レベル15以上とかさ、ついてくるとは思うので、そうなってくるとちょっと範囲では厳しくなってくるかなっていうところですね。そしてボスですね。ボスに関しては、まずスキル1で範囲攻撃の 640% があって、で3回追加攻撃で、バフついていないので、1280% の3回攻撃になります。そして、敵の残り HP が 50% より高い時はダメージ倍になりますよっていうことで、まあ僕の、ここの、ボスの評価に関しては、初回のスキル1、スキル2の攻撃を参照にしているので、まあ今回このダメージ倍は取れますよっていうところで、まあスキル、最初の範囲攻撃が 640% のダメージ倍で 1280% ですね。そして、3回の追加攻撃に関しては、1280% のダメージ倍になりますんで、2560%の3回攻撃
え、まあ、7500%ぐらいかな、大体ね。もうちょっといきますけど、7500%ぐらいで、さらに最初の範囲攻撃分が乗って、まあ、8000%もっとか、7500に1000以上つくので、9000%ぐらいつくのかなっていうところですね。なので、スキル1かなりダメージ出るのかなと思います。まあ、ただね、後半になるとダメージ倍が取れなくなるので、まあ、ちょっと火力落ちますよっていうところは注意が必要ですね。で、スキル2が、まあ、範囲攻撃 700% で、追加攻撃も 700% になりますんで、まあ、計4連撃みたいな形で、2800% で、ダメージ倍が取れますんで、まあ、ここも 5600% ぐらいあると。じゃあ、14000%ぐらい出るのかな ?15000% ぐらい出るので、まあ、ここはボスに対しては B プラスで問題ないでしょう。で、命中打ちがない分に関しては、まあ、ボスに関しては何回もやり直すことができるので、全部当たるまでやり直していただければ問題ないかなと思います。まあ、なので B プラスで、まあ、大丈夫かなと思いますね。そして対人。対人に関しては B をつけています。うん、まあ、範囲攻撃プラス連撃、なので、まあ、なかなかいいんですけど、まあもう現在ね、MR が出ている環境については、それでもちょっと足りないかなって感じがしますね。まあ当時のね、UR 戦だけで考えるのであれば、まあそれなりにダメージ出ているので面白い存在かなと、まあぶっ壊れるほどではないにしても、それを除いたときに、まあ、なかなか面白い性能ではあるなっていうところではあるんですけど、まあ UR 戦の中でもぶっ壊れがいるのに、まあさらに MR のね、出てきた上で、MR のぶっ壊れたちと比べてしまったら、まあそれはもうね、ダメージ出てない方にはなってしまうので、まあこれは対人に関しては B かなと。まああと防御面が非常に脆いですよね、ハンホーに関しては。体力値しか入っていないので、防御系のパッシブが。まあなので HP は伸びていますけど、防御面がまあ非常に残念というところで、まあ今のね、攻撃で、ね、攻撃の方が強い環境にはなっているので、ハンホーもスキル1打てればいい方かなっていうところですね。スキル2まではちょっと回せないんじゃないかなっていうところで、まあ、対人は B にさせていただいております。まあ、ただね、範囲攻撃の上で連撃が入っているんで、まあ、お城の攻めとかも、まあ、打ち漏らす可能性は、ただの範囲攻撃の子に比べたらだいぶ少なくはなっているかなっていうところですね。まあ、防衛はちょっと厳しいかなというところで、対人は一応 B に、しています。まあ、あとはね、遊撃解除もね、微妙ですけど入っていますんで、まあ、その辺はね、ありがたいのかなっていうところですね。そして、短期特化度。短期特化度は C プラスにしています。まず武将であるかどうか。まあ武将ではあります。戦場戦役適正あるかどうか。今回はない方ですね。ボス適正あるかどうか。ボスはかなりある方かなと思います。UR 戦の中でも結構高い位置にいるんじゃないかなと。で、コスパ面はどうかと。まあ普通の UR 戦アバと同じだけ、かかって、しまいますんで、まあそう考えるのであれば将来的なところも見たらね、まあ UR 戦アバが MR アバになった時さらにコスパは悪くなって、しまいますし、で、まあ MR、純粋な MR がね、非常にコスパがいいっていうところで、ちょっとアバはね、かわいそうになっては来ているので、まあその辺も考えると、将来性も込みでちょっと厳しいのかなと、まあ、いうところで短期特化度はまあ C プラスにしています。まあやっぱボス、今のところね、ちょっとボスの評価が抜けているだけで、まあちょっと対人戦場戦役と、まあまあちょっと厳しいところにあるので、まあそう考えると、まあこの UR 戦の段階では、まあちょっと短期特化には向かないかなという感じですね。ただね、スキル構成的に MR になると、まあ、ちょっと面白い感じになりそうな気配がしているので、まあ、この子は MR を完全に待つ形になりますかね。ただ実装されてまだ4ヶ月ぐらいっていうところで、ちょっと MR への道はちょっと長いかなっていう感じはしています。はい、ということで今回ね、ハンホーね、初めての再販になりまして、再評価改めてさせていただきました。チャンネルの登録、 Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。オーツデフ。